はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はね、久しぶりにちゃんちゃん焼き作りました。ちゃんちゃん焼き、まあちゃんちゃん焼き風になるのかな、うん、まあまあ、でも一応ね、あのちゃんちゃん焼き、それとあとホタテのお刺身用のやつがね、半額だったんで、ホタテのお刺身つけました。こんな感じですね。これをね、買ってきて、あの自分でこうお刺身にしました。今日はこれで、晩酌やっていきたいと思います。ではまたね、いつものノンアルシュワシュワからスタートしたいと思います。札幌産のうまみ絞りね、ノンアル、これでスタートしたいと思います。よいしょ。で、焼酎ね、焼酎が大五郎、大五郎をまた小分けに してね、冷やしてきたんで、こちらこれを入れて、よいしょ、ね、軽くかき混ぜて、ね、今日のシュワシュワはこんな感じですね。ピントが合ってないけど、こんな感じですね、シュワシュワ。おー、うまそう。では今日もね、一日皆さんお疲れ様でした。じゃあね、お先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、シュワシュワで乾杯、いただきます。うん、富士山、富士山はピントが合わないかな今日は。来ましたね、ピント。まあ、富士山はね、青森から遠いんで、せめて岩木山のふもとあたりでね、岩木山が綺麗に見えるキャンプ場行ってみたいですね。じゃあしばしばね、なんたってね、バイクでね、荷物積んでキャンプしようっていうんでね、なかなか大変でね、まだもうちょっとね、だいたいキャンプのね、道具はだいたい揃ってきたんですけども、これをどうやってあのパッキングしてバイクに積んで運ぼうかっていうね、そういう問題もあって、なかなかまだね、あとお天気も良くないとね、バイクね、屋根ついてないんでね、その辺もあってね、まだなかなか行けないんですけどもね、そのうちやりたいですね、キャンプ。ではまずはね、ちゃんちゃん焼きからいただきたいと思います。ちょっと七味かけてね、七味をちょっとこうかけると美味しいんで。おー、美味しそう。こんな感じですね、鮭。ちょっとね、あのバター少しだけ使ってバター焼きにしてあります。で、お味噌をね、あのちょっと合わせ味噌を作って、あのフライパンでちょっとね、煮詰める感じで作りました。火通ってると思うんだけどな、ちゃんと。あ、大丈夫そうですね、ちゃんと火通ってますね。うん、一口いただきます。おいしい。お味噌の加減がちょうどいい。お野菜もね、一緒に。ほんのりバターが効いてて美味しい。これはシュワシュワでね、いきたいと思います。
ではじゃあお次はね、いつも野菜サラダいきたいと思います。癖になるリケンさんの、うま塩のドレッシング、これを軽くかけて、でエバラさんのおろしのタレね、これも少しだけねかけて、よいしょ、これでいただきたいと思います。じゃあちょっとまだねトマトからね、トマトからいただきます。うん、いつもの生協さんのサラダチキンですね。あーちょっと大丈夫かな、崩れそう、あーちょっとやばいな、ちょっと、ま、このくらいからねいただきます。うん、やっぱ今日あの買い物またね行ってきたんですけども、あれ売ってましたよ、酒屋さんに、スーパーの酒屋さんに、ジョッキ缶、朝日さんのあれスーパードライなんですかね、あれあのジョッキ缶ね話題になって、もう品薄で手に入んないってね言って、やっと今日買いましたよジョッキ缶。今日まだねあの冷蔵庫で冷やしてね、また明日ちょっとガッツリ飲もうかなと思って、今日はつけてないんですけどもね。うん、お一人様3巻までとか書いてありましたね。私は2巻しか買ってこなかったですけども。うん。明日ちょっとね、やってみたいこともあって。それと合わせて直帰缶で晩酌しようかなと思ってるんでね。うん。楽しみですよ。うん、まだね飲んだことないんでね、ジョッキ缶あの生ビールみたいにこう泡がねあのボワーっとこうねあの膨らんでくるやつね。うん、みんなねすぐに買えなくなるなんて思わなかったんでね、出遅れちゃったんですよね。シュワシュワ作って、おーいいですね。あーまた、あーそっか、ウイスキーのおつまみ、ウイスキー向きのおつまみがないんで、スイカ食べようかな、スイカ食べてウイスキー飲もうかな。ではスイカ、熊本県産のスイカですね、カットスイカ、もう切ってあるやつ 30% オフだったんで買ってきたんですけども、ちょっとねやっぱり時間経っててね、なんか水っぽいような感じになっちゃってるんで、もう早く食べないとね。よいしょ、一つ一切れいただいて、ちょっと待ってください、手拭くもの、ちょっとねちゃんとね手きれいに拭いてね。でウイスキー、よいしょ、ブラックニッカのディープブレンド、まあスイカにウイスキーは合わさないと思うんですけどもね、他にないんで合いそうなのがウイスキーに、オレンジとかねそういうのとかになったら合うんでしょうけども、スイカにウイスキー合わせる人はいないと思うんですけども、まあしょうがないんでね今日は。ではブラックニッカのディープブレンドをロックでいただきたいと思います。あ、美味しい、これも
もうウイスキーも冷やさないとダメかな。もう冷蔵庫入るかな。ね、冷やした方が美味しいんでしょうね、やっぱこれからの季節だと。まだこれからどんどん暑くなりますからね。ちょっともう、今の時点で若干ぬるいですからね。うん、でも氷入れて冷たくして飲むとやっぱり美味しいですね。うん、ではじゃあお次はホタテのお刺身ね。これ大きいの分かるかな。これ半額でね、安かったんで買ってきたんで、これ、あ、そうそうそう、500円玉大きさ比較して分かるかな。500円玉よりもはるかに大きいの、ほら分かるかな。これで比較、全然大きい、すっごい大きい。普通ね、これだけ大きいホタテだと、もう丸々1個食べるともったいないんで、スライスしてね、食べたりするんですけども、もう今回はもうスライスもしないで丸々ゴロッと持ってきましたよ。でホタテの紐もね、ちゃんと綺麗にこうね、処理して、お刺身にしました。これをね、いただきたいと思います。まずはホタテの紐からいこうかな。これホタテの紐ね、めんどくさいんですよね。美味しいんですけどね、食べる分には美味しくていいんですけども、下処理するのが大変なんでね。これ私も青森のね、人の端くれなんで、一応ホタテね、こうやってお刺身作れるんでね、うん、青森はねホタテの産地なんで、よいしょ。じゃあわさびをちょっとこうつけて、これがシャキシャキでうまいんですよ、ホタテの。なかなかホタテの紐なんて、ホタテの産地のね、ところじゃないと食べられないと思うんでね、めんどくさいから捨てちゃうんですよね、ホタテの紐をきれいにするの大変なんで。じゃあいただきます。うん、うまっ。うん、ちゃんとね、綺麗に下処理した甲斐があります。美味しい。じゃあ日本酒ね、ちょっぱり弘前のね、六花酒造さんっていうところで作ってる青森県の弘前の地酒になりますね。ね、ちょっぱり、電酒作ってる酒蔵さん、西田酒造店さんっていうの、こういうお安いやつあんまないみたいなんですよね。なんでやっぱりじょっぱり飲むことが多いですよね。うん、じゃあいただきます。淡麗辛口ね、美味しいですよ。うん、うん、やっぱお刺身にはよく合いますよね、日本酒。うん、ではじゃあ動画の尺もだいぶいってますね。で、うん、なんでちゃんちゃん食べてホタテ食べて締めようかな。あ、これも折りたたんじゃおう。ね、ちゃんちゃん焼き、これもそんなにね、高くなかったんでね、この魚一切れいくらだって、270円とかだったのかな。ちょっとお安いなと思って、ちゃんちゃん焼きするのにちょうどいいサイズだなと思って買ってきたんですけども、いただきます。うん、うんうんうん、
野菜と一緒に食べたいんだね。こんな感じで。うんうん。おいしい。うんうんうん、ね、家族3人で元気だった頃はホットプレートでね、鮭の半身買ってきてホットプレートでジュワーっとねやって作って食べたもんですけどもね。いや、ちょっとシュワシュワ飲んで、うちの母がね北海道出身なんでね、結構ちゃんちゃん焼きとかよく家でもねやって食べたんですけども、うん、一人だとやっぱこのぐらいの分量になっちゃいますよね。じゃあホタテね、ホタテ、このでっかいホタテ一個丸々ちょっといただいてみたいと思います。贅沢ですよこれは。わ、見てこれ、この厚み、ホタテのこの貝柱の厚み2センチはありますよこれで。ほら、で500円玉よりも一回り二回りぐらい大きいかな。こんなんですよ、ほら。これをね1個ね丸ごといきますよ、贅沢に。もう半額で買ってきたやつなんでね。うわ、すっげえ、これすんごい。ホタテフライにしたいなこれ。ホタテフライにしたら美味しいだろうな、こんだけ肉厚の大きいホタテだったら。でも今日はお刺身でいただきます。いただきます。うまい、新鮮、生なんでプリップリ。あの貝柱のね繊維がね分かる感じ、やっぱね冷凍のホタテのお刺身はこうはいかないんでね。甘みもありますしね、やっぱホタテうまいわ。これ軽くこう焼いて食べても美味しいと思いますけどね。ではあとはね、動画かアニメかなんか見ながらね晩酌ゆっくり続きやっていきたいと思います。では今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね動画編集してアップしたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあね最後にねちょっぱりで今日は締めたいと思います。ホタテの貝柱の甘みにこのちょっと辛口ですけどもね日本酒の甘みもこれあってねよく合いますね。ではね今日の晩酌動画の方はねこの辺で締めさせていただいて、あとはねゆっくりやっていきたいと思います。今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。